なんてこと。私はパニックになって辺りを見回したけど、息子の姿はどこにも見えない。アメリカ人女性による日本での迷子体験にまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は、日本は怖すぎる。初の日本旅行で息子を見失ったアメリカ人夫妻、15分後まさかの展開に、の話題です。海外、とにかく行ってみろ。日本で行われたあるアンケート調査によると、子供が迷子になった経験があると答えた人は対象者全体の約6割であることが分かりました。お子さんが迷子になった場所についてはショッピングモールがダントツで多く、次にスーパー、そして公園、テーマパークや遊園地、通学路、おもちゃ屋などが上がっていました。迷子になる子供の年齢としては未就学児の2から5歳と回答する人が多いのですが、未就学児の子供のいる親のおよそ6割が迷子対策を行っていないのだそうです。まだ小さいから常に大人が一緒にいるはず、ほんの少しの間だから大丈夫だろう、よく来る場所だから安心などと考えてしまい、気づいたら子供とはぐれてしまっていたというケースが多いようです。また子供連れで海外旅行に行く人の中には、子供に目立つ服を着用させる、迷子札をつけるなどで迷子対策をしている人もいるようです。さて今回ご紹介するのは、アメリカ人女性によるそんな迷子にまつわるエピソードです。彼女は家族で初めての日本旅行に行くことになり、しっかりと迷子対策をしていたそうです。しかし子供とはぐれてしまい、悪い想像ばかりが頭に浮かんで生きた心地がしなかったと語っていました。お子さんとは無事に合流できたそうですが、一体どんなことがあったのでしょうか。どうぞぜひ最後までご覧ください。そしてちょっとでも面白かったら、最後に高評価ボタンよろしくお願いいたします。私は結婚前から海外旅行が大好きだった。夫も同じで、子供が生まれる前はいろいろな国に旅をしたわ。でも子供ができてからは海外旅行は我慢していたの。小さい子供を連れて飛行機に乗るのは大変そうだし、実際に子連れで海外旅行をした友達から散々苦労話を聞かされていたしね。せめて4歳か5歳くらいになるまではって思って我慢していたのよ。国内旅行ですらほとんど行かなかったわ。上の子が5歳になった時に下の子を妊娠していることが分かったからね。おかげで10年近く飛行機に乗っていなかった。久しぶりの海外旅行は娘が10歳、息子が4歳になったタイミングだったわ。息子はあまりじっとしていない子で、目を離したらすぐにどこかに行ってしまう。好奇心旺盛なのはいいことだなんて夫は言うけど、常に見ていないといけないのって大変なのよ。手をつなぐのを嫌がるし、ショッピングカートにだってなかなか乗ってくれないんだから。行き先をどうするか迷ったけど、夫と相談してまだ行ったことのない日本を選んだの。どうしてかというと、日本は治安がいいって聞いていたから。大人だけの旅行じゃないもの、やっぱり安全性が第一よ。まあ子連れ旅行じゃなくても治安は気になるけどね。そして子供も大人も楽しめる国がいいと思ったの。アメリカにはない文化、そして食べ物を楽しみたい。その点、日本なら治安が良さそうだし、食べ物も美味しいって言うじゃない。それに娘も息子も日本のアニメが大好きなの。だったらアニメの国に行ってアニメのテーマパークに行けば二人とも喜ぶはず、そう考えたのよ。ただ一つだけ気がかりなことがあった。娘はもう10歳だし、万が一にも迷子になることはないだろう。ちゃんと言うことを聞く子だしね。ママとパパのそばを離れないでと言えば絶対に離れることはないわ。でも息子はやんちゃだから、出発までに何か対策を考えないといけない。日本でどこに行くか、何を見ようか、旅行の計画を立てている間みんなワクワクしていた。私と夫が大盛り上がりしているんだもの、子供たちにもその興奮が伝わったのね。今回は大人だけの旅行じゃないから、無理のない計画を立てたわ。そしていよいよ日本旅行の日を迎えた。飛行機で移動するのは本当に久しぶり。
空港に向かう前から私たちのテンションはものすごく高くなっていたの。みんなとても楽しそうで笑顔が絶えないのよ。空港はかなり混雑していたけど、搭乗手続きをしないといけない。荷物を預けたりトイレに行ったり何かと世話しないのよね。娘はさすがに勝手にどこかに行ってしまうことはなかったけど、息子は思った通りの行動に出た。同じところでじっとしていることができないから、受付カウンターの順番待ちの時は大変だったわ。でも大丈夫、迷子にはならない。だってこの旅行のために迷子対策を考えておいたんだもの。それはハーネス。幼児用バックパックで背中にリードがついているの。どうしても手をつないでいられない時でも、これを着させてリードをしっかり握っていればいい。この商品を知るまでは常に息子から目を離さないようにしていた。日本に行く前にこれを購入して試しに使ってみたんだけど、ものすごく便利なのよ。お店の中を走り回ってお店の人や他のお客に迷惑をかけることもないし、お店を飛び出して車に轢かれそうになることもない。まるで息子のために開発されたような素晴らしい商品よ。これさえあれば日本でも迷子になることはないわ。息子の興奮状態はなかなか収まらなかったけど、逆にそれが良かったみたい。飛行機に乗ってしばらくすると、息子は疲れたのか眠ってしまったの。狭い機内で息子が泣き出したり、大騒ぎしたりしないか不安だったからね。娘はちょっと緊張していたみたいだけど、そのうち眠ってしまったわ。私も夫も久しぶりのフライトを楽しむことができた。そして無事に日本の空港に到着。私は早速息子にバックパックを背負わせて迷子にならないようにした。機内でしっかり眠ったせいか、息子は元気いっぱい。通路脇の窓から外を眺めようと急に走り出そうとしたり、少し離れて歩いていた夫の方に駆け寄ろうとしたり、ハーネスをつけていて本当に良かったわ。大活躍よ。日本の空港は広くて綺麗で快適。でも、なんだか周りの人にジロジロ見られている気がしたの。特に日本人に見られていたと思う。国際空港なんだから私たちのような家族がいてもおかしくないのにね。夫にそう言うと、もしかしてとホテルに到着してから調べてくれたの。すると日本では子供用ハーネスは一般的ではないことが分かった。どちらかというと否定的な意見が多いみたいね。確かに子供用のハーネスは海外でも賛否両論が巻き起こっているわ。見た目が犬のリードのようだって拒否反応を示す人が多いの。私が選んだのは可愛らしいぬいぐるみのようなタイプだから犬のリードには見えないと思う。でもここ日本では使わない方がいいのかもしれない。ただでさえ外国人家族は目立つのに、息子にハーネスをつけていたらどこに行ってもジロジロ見られることになるだろう。せっかくの家族旅行なのに否定的な目で見られるなんて嫌だわ。日本を楽しめないじゃない。そこで私は翌日から息子にハーネスをつけるのをやめたわ。夫にはいつも以上に息子をよく見ていてねと伝えたわ。ところが、東京の街を散策している間、私は息子にばかり集中する羽目になった。ハーネスを外した息子は私の想像以上に動き回ったから。それに夫は娘と一緒になって観光に夢中になっている。特に混雑している場所は危険だわ。背が低いから人の影になって見えなくなってしまうの。ホテルに戻った私はぐったりよ。次の日はジブリ美術館に行ったの。ここは娘と息子が一番楽しみにしていた場所。東京なのに緑が多くて驚いたわ。チケット売り場に大きなトトロがいるんだもの。子供たちは大はしゃぎよ。館内は英語の案内が多くてわかりやすかったわ。ここなら息子が急に走り出したとしても車に轢かれる心配はないわね。夫も大喜びで見学していたのよ。夫も日本のアニメが好きだから、猫バスに乗ったり屋上庭園に行ったり、ジブリグッズがたくさん並んでいるお店もあって時間を忘れて楽しんだわ。息子が展示されている商品に触らないかヒヤヒヤしたけど、子供たちは気になった商品をそれぞれ選んでお土産にしたの。みんな大満足よ。次の日は夫と娘だけ築地に行くことになった。
本当は4人で行く予定だったんだけど、前日息子から目を離さないようにしていたら疲れてしまって、早起きするのはきついから私は行かないことにしたの。夫は息子も一緒に築地に連れて行くか迷ったみたい。でも息子がママといると言い出して急遽別行動をすることになったのよ。とはいえ、せっかく日本にいるのにずっとホテルにこもっているのはつまらない。そこで私は息子を連れて東京の街に出ることにした。行き先は秋葉原。秋葉原にもアニメのグッズを売っているお店があるみたいなの。ホテルからの行き方を調べるとそう遠くないみたい。でも電車を乗り換える必要があるみたいだ。日本の駅はどこも英語の案内があるから夫がいなくても問題ないだろう。私は念のため息子にハーネスをつけることにした。空港の時のようにじろじろ見られるかもしれない。でも初めての街で迷子にでもなったら大変。いくら日本が治安がいい国だからって油断できないわ。私はこの際人目を気にしないことにして、息子の安全を考えてハーネスを使った。駅はかなり混雑していたわ。入り口もホームも電車の中も。これはますますハーネスを手放せない。最初のうち息子は割とおとなしくしていたのよ。人がたくさんいて聞き慣れないアナウンスが聞こえる場所だからかしら。どんなに混雑しても後ろから舌打ちされたり押されたりしなかったから助かったわ。日本人は電車に乗るときにちゃんと列を作るのよ。何かのビデオで見たことがあるけど、まさにそんな感じ。電車を降りる人を優先して並んでいる人は順番に乗り込むの。私はハーネスをつかみながら息子の手も握っていたわ。でも乗り換えの駅でちょっと迷ってしまった。日本の電車は乗り換えが難しい。秋葉原に行くには一度改札を出て別の路線に乗り換えないといけないみたいだった。そこで私は息子と手をつないだまま改札を出て乗り換え先を探したんだけど、見つからないの。そこで一旦さっきの駅に戻り、近くにあったインフォメーションセンターで聞いてみることにした。カウンターで質問しているとき、息子と手をつないでいたんだけど、途中で息子が手を離したのよ。でもハーネスをつけているし、それほど気にしなかったわ。ハーネスをしっかり握ったまま、私はカウンターの人の説明に集中したの。でも、これが間違いだった。乗り換え方法を理解できて、ふとカウンターの下を見ると、息子の姿が見えない。え、ハーネスは？慌てて手元を見ると、なんとハーネスがつながったバックパックが地面に落ちている。息子はバックルを自分で外したんだわ。なんてこと？私はパニックになってあたりを見回したけど、息子の姿はどこにも見えない。一体どっちに行ったの？思わず走り出しそうになったわ。その時、後ろから声をかけられたの。それはさっき乗り換えの説明をしてくれた職員だった。私はその人に息子がいなくなったことを伝えたわ。その職員は私の言うことを理解してくれたようで、息子の名前や年齢、洋服の色、身長を聞いてきた。そしてカウンターに戻っていろいろなところに連絡をしてくれたの。その先々で迷子のお知らせのアナウンスをしてくれるらしいわ。そしてその職員は私にここで待つようにと説明してくれた。息子は日本語なんて全くわからないし、きっと心細くて泣いているに違いない。でももしも誘拐でもされたらどうしよう。こんなに長い時間見つからないなんて。これがアメリカだったら殺されてしまうかもしれない。アメリカでは年間80万人もの子供が行方不明になっている。ここは日本だし治安がいいって言うけど、でも、私の頭の中は悪い想像でいっぱいになった。きっと私はその時ひどい顔色だったに違いないわ。パニックになった私にインフォメーションセンターの女性職員が、きっとすぐに見つかりますよって励ましてくれたの。あれはありがたかったわ。とてつもなく長い時間待ったような気がして時計を見ると15分くらい経っていた。私の不安は募るばかり。生きた心地がしなかったわ。すると、あ、日本人男性と手をつないでこちらに歩いてくる息子の姿が、息子に駆け寄って思いっきり抱きしめたわ。息子は泣いてはいなかったけど、涙の跡があった。
それを見た瞬間、私も涙が溢れてきた。私が息子の体に怪我はないか確認していると、息子を連れてきてくれた男性が英語で話しかけてきたの。ママに会えてよかったねって。私は慌ててその男性にお礼を言ったわ。その男性は息子を見つけた時の様子を教えてくれた。息子は駅前の広場でキョロキョロと周りを見渡していたそうだ。今にも泣き出しそうな不安そうな顔をして、外国人の子供が一人で立っていたら目立つし、男性は気になって息子を目で追っていたみたい。近くにいた女性が声をかけたけど、息子は首を振って泣き出してしまったそうなの。そこで男性は息子の方に近寄り、英語で話しかけてみたのだそうだ。そしてひとまず駅の係員のところに連れて行こうとして、この辺りまで来てインフォメーションセンターを見つけてこっちを選んだっていうのよ。私はその男性に名前と連絡先を聞いたの。お礼をしたいからよ。そして夕方になり、私と息子は夫と娘と合流。夫に息子のことを話すと顔色が変わったわ。無事に見つかったのはいいけど、もう二度とそんなことにならないようにしないとなって涙ぐんでいたわ。そして勝手にハーネスを外したことをきつく注意していた。ホテルに戻り、息子にどこに行こうとしたのか聞いたの。すると、お姉ちゃんくらいの女の子が一人で歩いているのを見て、後をついていったことが分かったのよ。ママのところに戻ろうにもどこに行けばいいのかわからない。立ち止まって周りをキョロキョロ見ていたら、日本語で話しかけられて、ものすごく不安になったみたい。でもちょっと待って、お姉ちゃんくらいの子が一人で歩いていた？あんな雑踏を？アメリカじゃありえないわ。州によって違うけど、13歳未満の子供が一人でいたら警察に保護される。学校の送り迎えもするし、子供たちだけで留守番をさせることもない。すると夫が日本の子供の通学の様子を説明するビデオを見つけて私に見せてくれたの。日本では子供だけで通学したり遊んだりするのが普通みたい。7歳くらいの子が一人で電車で学校に行くこともあると知って驚いたわ。そんなことをしてもしも誘拐でもされたらって、日本は怖すぎる。それだけ治安がいいのかもしれないけど、やっぱり怖いわ。私たちは日本旅行を楽しみアメリカに帰国した。息子は迷子になった時によほど怖い思いをしたのか、あれ以来勝手にどこかに行ってしまうことがなくなったの。そうそう、息子を連れてきてくれた男性とは結局日本にいる時には会えなかったのよ。だから夫も会っていない。でも帰国後もメールで連絡を取り合っている。そして夫と相談して彼にお礼の品を送ったの。そうしたら今度は日本からお礼のお礼が届いたからびっくりよ。中には日本のお菓子がたくさん入っていたわ。これには子供たちも大喜び。そして夫も嬉しそうにしていたから笑っちゃった。メールには人の多い場所に行くときはカラフルで目立つ服を着させるといいと書いてあった。なるほど。目立つ服なら目につきやすい。今度日本に行くときはそうしよう。ああ、年齢にもよるかしらね。とにかく息子を連れてきてくれた彼には感謝してもしきれない。次こそ夫婦で会ってちゃんとお礼をしたいわ。以上がエピソードの概要です。この話題に海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。俺は日本で迷子になった経験があるよ。家族と日本に来ていたんだけど、夜遅くに外出したんだ。それで地下鉄の駅で迷子になってしまった。そうしたらなんと近くの日本人男性が完璧な英語で、迷ってしまいましたか？必要であればお助けしましょうかって声をかけてくれたんだ。もちろんお願いした。最終的にはタクシーの運転手さんに目的地を伝えてくれて、無事帰還できたんだ。彼はまた駅の方に向かって行ったよ。もしできるならまた会いたい。何をしているんだろう。これは珍しい話じゃないわね。私も似た経験があるわ。日本は本当に素晴らしい場所よ。日本の初めてのお使いを見てショックを受けたのは俺だけじゃないだろう。信じられないが、あれが日本なんだよ。
東京で道に迷った時、とある男性が40分間自分の時間を割いて道案内してくれた。それから新宿駅ではお年寄りが追いかけてきて、自分の落とした地図を渡してくれた。こういうちょっとしたことで人生がすごく楽しくなるんだよな。日本はそういう国なんだよ。また行くに決まっているじゃないか。日本って旅行者にめちゃくちゃ親切よ。日本人同士にはどのくらい親切なのか想像もつかないわ。信じられないよな。信じられないと思う。だからとにかく行ってみろ。日本人は今まで出会ったことがないくらい親切な人たちで、自分のやることを置いてでも助けてくれる人までいるくらいだ。以上が海外の反応です。エピソードをご紹介したアメリカ人女性は、初めての日本旅行で息子さんが迷子になりパニックになってしまったそうです。日本で道に迷った時に日本人に助けてもらったという外国人さんが多いそうですが、この女性も助けられたようですね。もしかすると息子さんはこの時の体験から親のそばを離れなくなったのかもしれません。ぜひまた日本に来てほしいですね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。メンバーシップもやっています。チェックしてみてくださいね。ありがとうございました。ではでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。なんだって弁当？なんだそれは。俺は初めて聞く弁当というランチが気になって、その日はその店に行ってみることにしたんだ。アメリカ人男性による日本のお弁当屋さんにまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は、どうせすぐに潰れるよ、日本のお弁当屋さんがニューヨークでバカ売れ、大変なことに、行列が止まらない驚きの理由に世界が驚愕の話題です。海外、ここは最高だよ。色とりどりのおかずとご飯がバランスよく入っている日本のお弁当。日本人にとっておなじみのお弁当は、海外でも弁当と呼ばれて注目されつつあります。海外でも職場や学校に昼食を持参する習慣がありますが、日本のお弁当とは違って非常にシンプルなものだと言われています。例えばサンドイッチとリンゴを丸ごと1個だけ、あるいはラップサンドに生野菜、ビスケットなどのような内容であることが多いようです。その点、日本のお弁当は見た目や栄養バランスを考えて作られたものが多く、外国人さんにとっては珍しいものなのだそうです。また外食するよりもリーズナブルでヘルシーな食事ができることもあり、フランスなど日本式のお弁当がブームになっている国もあります。さらに日本ではお弁当専門店だけでなく、コンビニやスーパー、駅の売店などでも様々なお弁当を買えるため、日本に来てお弁当に驚いたという外国人さんも多いそうです。さて、今回ご紹介するのはアメリカ人男性によるエピソードです。ある時、彼は同僚に誘われて人気の日本食のお店でランチを食べることにしたそうです。そのお店はニューヨークのオフィス街にあるテイクアウトが中心のお店だと知り、初めは長続きしないだろうと思ったと語っていました。しかし実際にそのお店に行くことで、どうして人気があるのかが分かったそうです。一体どのようなお店だったのでしょうか。早速ご紹介していきます。俺は世界のビジネスの中心、ニューヨークで働いているオフィスワーカーだ。ランチを食べる時間が惜しいほど忙しいと言ったら大げさだが、忙しいことは事実だ。だからランチはささっと済ませることが多いよ。カフェですぐに食べられるものをオーダーすることもあるし、フードトラックでホットドッグやプレッツェル、ケバブを買うこともあるな。屋台は昼時になるとあちこちで見つけられるから便利だよ。最近はエスニック料理の屋台も増えているから、意外といろいろな種類から選べるんだ。安くてすぐに買えるところが気に入っている。毎回同じだと飽きるけどね。基本的にレストランは使わないな。
高いし時間もかかるし、ビジネスランチの時くらいしか使わないよ。俺の同僚も似たような感じ。ある時、同僚にランチに誘われたんだ。なんでもこの辺りに日本食のお店ができたらしい。日本食か。日本食はヘルシーだって言うよな。でも日本食のレストランって俺たちがランチに行くような場所じゃないはずだ。日本食って言ったらおそらく寿司レストランだろう。時間がかかるし全然リーズナブルじゃない。ところが同僚の話だと、その日本食の店はランチ向けのテイクアウトが中心らしいんだ。ということは寿司ではないのか。ただ俺はそれを聞いて、よくこんなところに店を構えたなと思ったんだ。ここら辺はオフィス街だから、よっぽど人気店でもなければすぐに潰れてしまうんだよ。いくつも潰れた店を見ているよ。ほら、買いに来る客の顔ぶれがほとんど変わらないだろう。俺たちのようなオフィスワーカーが毎日のようにランチを食べに来るんだから、飽きられたら終わりだ。もしかしたら味に自信があるのかもしれないが、まあ長続きしないだろう。どうせすぐに潰れるよ。同僚は、その店結構人気があるらしいんだ。売っているものは弁当といって、ボックスの中に料理を詰めてあるみたいだよ。なんだって？弁当？なんだそれは。俺は初めて聞く弁当というランチが気になって、その日はその店に行ってみることにしたんだ。俺は同僚と一緒にその弁当の店に向かいながら、よくまあこんなオフィス街でオープンさせたなぁと言ったんだ。すると同僚は弁当という食べ物のことを少し調べたらしく、こんなことを言ったよ。テイクアウトの弁当の店がターゲットにしやすいのは、俺たちみたいな忙しいビジネスマンだからさ。言われてみれば、なるほど、そうかもしれない。そんなことを話しながら目的の店に行くと、なんてこった、行列ができているじゃないか。同僚は、嘘だろ、ここって確かオープンしてからそんなに経っていないはずだよ、という。じゃあ逆にオープン間もないのに行列ができるほど人気になったということか。それともオープンしたばかりで珍しいからか。どちらにしても気になるな。同僚は、ランチの時間帯は混雑するとは聞いていたが、まさかこれほどとは、と言いながら行列に近づいていった。俺も同僚も長蛇の列を見てやめようとは思わなかった。せっかくここまで来たんだ、どんな料理なのか興味もあるし、並んでみようということに。こんなにたくさんの人が待つってことは、よほど美味しいのかもしれないし。同僚は俺たちの前に並んでいた人に声をかけた。こんなに長い列ができているのに、どうして並ぼうと思ったんだ？って聞いたんだよ。するとその男性は、この店は雑誌でも紹介されたことがあるんだよ。日本食の弁当の店でね、かなりの人気店なんだ。今日こそはもう少し早く来ようと思っていたんだが、すでにこの行列だ。だがこの店の弁当は本当に美味しいんだ。どうして並んでいるかって？そりゃもちろんうまい弁当を食べるためさ。と答えた。どうやら彼は以前にも食べたことがあるようだ。弁当の美味しさを知っていて、どんなに待たされても食べたくなる味だから並んでいるってことか。それはますます興味深いな。すると俺たちの横を通り過ぎようとしていたカップルが足を止めた。そして同僚が声をかけた男性に向かって、この行列は何って聞いてきたんだ。彼はまた、この店は雑誌でも紹介された日本食の弁当の店でね、みんなそれを食べるために並んで待っているんだよ、と教えていた。カップルはそれを聞くと、行列の先頭から最後まで眺めた後、気になる、美味しそうよ、なんて言いながら、結局行列の最後に行って並んでいたよ。これは思った以上に期待できそうだ。普段なら行列なんかには並ばない、屋台でさっと買って食べておしまいだ。でも今回は並ぶだけのことがありそうな気がする。同僚も同じことを考えていたようだ。待っている時間が長くても、どんなに美味しい料理なのかが楽しみで、列に並んでいることが苦にならなかったんだよ。ふと気づくと、俺たちが並び始めた時よりも行列が長くなっていた。さっきまでの3倍はありそうだ。
行列に並んでいるのは日本人ばかりではない。俺は日本食の店だからてっきりニューヨーク観光の日本人とかニューヨーク在住の日本人が大勢並んでいるのかと思ったんだよ。そうではないところを見るとアメリカ人からも人気があるってことになるな。これは期待しても良さそうだ。その時同僚がちょっと待っていてくれと言って行列から離れてお店の入り口の方に歩いて行ったんだ。戻ってくると手にはメニューがあった。そうか、待っている間にメニューを決めておけばいいんだな。メニューは写真付きで見たことのない料理がいろいろと載っていた。どれも名前が書いてあってわかりやすい。だが選べない。俺と同僚はメニューを眺めながら待ち続けたよ。それから数分後、ようやくお店の入り口に到達した。店の中に入ると、店内にはいろいろな食べ物がパック入りで並んでいる。なんだこれは。同僚は、これが弁当だな。それでこっちがドンっていう弁当。あ、カレーもあるぞ。それからこっちはおにぎりだな。と説明してくれたよ。どれも初めて見る食べ物だったからなかなか決められない。同僚は、これは日本のお茶じゃないか？と言ってドリンクケースを指した。よく見るとボトルには日本語が書いてあるようだ。ドリンクにまでこだわっているのか、すごいな。同僚は割と早く何を買うか決めて、これにしよう！と言ってある弁当を手にした。だが俺は優柔不断なせいか決められない。おかげで後ろにいた人に、君は並んでいるのかと聞かれてしまったよ。俺は、あ、どうぞ先に並んでくださいって順番を譲ったんだ。それも一度や二度じゃない。俺以外のニューヨーカーたちはさっさと決めて食べたいものを手に取りレジに直行していたよ。食べ慣れているのだろうか。すぐに決められるってことはきっとこの店の常連なんだろう。そして常連客が並んで買いに来るほどの店ってことなんだ。同僚が会計を済ませてから5分後、ようやく俺も買うものを決めることができた。同僚は海苔弁、俺は日替わり弁当を購入。同僚は俺が買うものを決めるまでの間に、さっきとは別の人に声をかけていた。その女性も常連のようで、同僚は、君、よく利用するの？おすすめはある？なんて聞いていたよ。その女性は、どんぶり物も美味しいし、おにぎりも手軽に食べられて好きだけど、やっぱり弁当かしらね、って言っていた。店内にはイートインコーナーがあった。木目調のテーブル席とカウンター席があって、俺たちはそこで弁当を食べることにした。早速日本式の弁当を食べてみた。パク。おお、うまい。同僚も、これはいいな、確かにうまい。と言いながらパクパク食べている。実際に弁当を食べてみて分かった。この店は並んで待つだけの価値があるよ。普段屋台で買っているような食べ物とは違う。おかずが何種類も入っていて十分なボリュームがあるんだ。それでいてリーズナブルなところが気に入ったな。俺たちはすぐにその店弁当オンカフェのファンになったよ。その後俺はその店のことをちょっと調べてみた。すると最初はパックした弁当の販売だったが、やがて好みのおかずを選んで詰め合わせるタイプの弁当になったことが分かったんだ。これは弁当オンカフェの社長の研究の結果らしい。社長は日本人で、実家は東京の3代続く弁当屋だそうだ。大学時代にアメリカに語学留学をして以来アメリカに魅了されたという。彼はアメリカ移住を考えていて、ニューヨークで弁当事業をしていた中国人男性と知り合い、やがてその事業を引き継ぐことになったそうだ。日系企業への訪問販売から始めて、デルタ空港の機内食まで手掛けるようになったという。今でこそニューヨークの人気弁当店として注目されているが、ここまで来るには様々な困難を克服しなければいけなかったようだ。例えば日本とアメリカの食文化の違い。日本とアメリカとでは食の捉え方に違いがあるらしい。どういうことかというと、日本で弁当というと常温が当たり前らしいんだ。だがここアメリカでは熱いものは熱いまま、冷たいものは冷たいまま食べる習慣がある。日本人の社長はニューヨークで店を構えるにあたり、
ニューヨーク市保健衛生局が厳しく定めている提供する食品の温度を知って驚いたそうだ。例えば冷たい食品はいつも5度以下で保存しなければいけない。保温食品は保温装置の温度を60度以上に維持させて保管しなければいけない。危険な微生物の増殖を防ぐためだ。ところが弁当オンカフェの弁当は常温保存のまま販売していたから温度違反だと目をつけられたそうだ。結局この社長は当局のトップと会って話し合いを重ねることで弁当という日本の食文化を理解してもらったらしいよ。また日本人が弁当に求めるのは安さと便利さであり、アメリカ人の求めるものとは違っていた。アメリカ人が求めるのは多少高くても食べたいものだけを食べられること、そして熱いものは熱いまま、冷たいものは冷たいまま食べられること。日本の一般的な弁当は常温であるだけでなく内容が決まっているのだそうだ。つまり客はすでに決まっている弁当の中から選ぶしかないってこと。その分安くてすぐに買うことができる。でもそのやり方はアメリカでは通用しない。自分の嫌いなおかずが一つでも入っていたら買いたくなくなるんだよ。社長は聞き取り調査を行ったらしい。すると自分の好きなおかずを選んで詰め合わせたいから内容を決めてパックしないでほしいという声が多かったそうだ。アメリカにいる日本人をターゲットにしていたなら問題はなかったかもしれないな。日本人が買う弁当なら日本の一般的なスタイルの弁当にすれば売れるだろうから。だがリーマンショックや日本での大震災が影響してアメリカにいる日本人の数が激減。円高で日本食材の値段が上がってしまい、弁当の値段を上げざるを得なかったそうだ。そうなると弁当の売り上げはガクッと落ちる。そこで社長はターゲットをアメリカ在住の日本人からアメリカ人に拡大することを考えた。そして内容が決まった弁当ではなく、その場で好きなおかずを選んで詰められるタイプの弁当にしたのだ。メインとなるおかずを7種類、野菜系のおかずを12種類用意し、メインから2つ、野菜系から4つ選んで詰められるようにしたんだよ。つまり弁当には6種類の食べ物を入れることができるというわけだ。野菜系のおかずにはご飯物も含まれているそうだ。このやり方だとなんと3150通りの組み合わせが可能になる。つまり毎日通っても毎回違う弁当にすることができるんだよ。メインのおかずで人気なのはサーモンの照り焼き、鶏の唐揚げのネギソース和えだそうだ。俺はまだ食べたことがないが、どちらも純和風の味付けみたいだよ。野菜系のおかずではケールとパプリカのサラダや紫キャベツとカリフラワーのサラダ、ルッコラと豆のサラダといったカラフルなサラダ系のものが人気があるみたいだ。野菜系といっても白米、玄米、炊き込みご飯、寿司飯というご飯物もある。メインのおかずの中には肉や魚を使っていないものもあるから、ベジタリアンメニューの弁当にすることも可能。あらゆる嗜好に対処できるところが素晴らしいね。この店の売りは栄養バランスの取れた食事であること。アメリカでヘルシーって言うと低脂肪とかローカロリーの食べ物って思われがち。でも日本人が長生きできるのは栄養バランスの取れた食事をしているからなのだそうだ。日本の場合、ヘルシーな食事の基本はバランスの取れた食事のこと。おかずを6種類選ぶことで自然と栄養バランスの取れた食事を取ることができるんだな。その日に作ってパックした弁当だから新鮮だし、おかずの種類が豊富だから飽きることもない。これは日本食を食べ慣れている日本人でも飽きないだろう。それに俺のようなアメリカ人でもおかずを選ぶのが楽しくなりそうだよ。値段も手頃だし、これはいい店を知ったぞ。次はおかずを選んでみたい。アメリカで弁当と言ったらシンプルなランチボックスしか思いつかないな。プラスチック容器にサンドイッチを詰めただけ。中身はピーナッツバターやジャムだ。サイドメニューにはポテトチップス、カットした生野菜やリンゴ1個とかそんな感じ。同僚が調べたらしいんだが、日本の弁当は栄養バランスが取れていて美味しそうな見た目のものが多いそうだ。しかも日本では弁当屋以外でも簡単に弁当を買えるらしい。コンビニ、スーパー、さらに駅の売店、新幹線の中、
俺は今度の長期の休暇に日本に行こうと考えている。弁当の本場である日本に行って新幹線の弁当を食べてみたいんだよ。同僚にも声をかけたら絶対に行くって言われたんだ。今から楽しみで仕方ない。まずは弁当オンカフェでいろいろなおかずを試してみるよ。以上がエピソードの概要です。そんな日本人が経営するニューヨークのお弁当屋さん、弁当オンカフェの話題には、海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。ここは最高だよ。店員は本当の日本人だから超親切でフレンドリーだし、料理も本物の日本食だし、いろいろ食べたけどどれも美味しかった。このお店のおかげで通勤が楽しくなっている。値段も手頃だし、ここの緑茶は一番美味しい。日本の菓子パンも毎朝いっぱい並んでいるよ。ここはすごく伝統的だよ。ここで食べたもので気に入らなかったものはなかった。唯一の欠点は人気すぎて結構早く売り切れること。このお店の大ファンよ。よくランチで利用しているの。すごく小さなお店なのに種類がいっぱいあるからよ。店員がすごく温かくてフレンドリーなのもいいわね。この店はちょっと見つかりにくいけど、本当にキュートな日本の弁当屋さんよ。アジア系の菓子パンやデザートも豊富にあるの。噂の金曜限定チラシ寿司を食べてきた。こんなもの食べたことない。美味しすぎる。以上が海外の反応です。エピソードをご紹介したアメリカ人男性は、ニューヨークにある日本のお弁当屋さん弁当オンカフェが気に入ったようです。オフィスや家庭への配達、ケータリングサービスも行っているそうなので、今後も利用する機会が多いかもしれませんね。弁当オンカフェの人気の理由は、通うたびに違う味の弁当が食べられること、ニューヨークでは考えられないお手頃プライスであることなどがあるようですが、さらに日本人ならではの心配りが感じられるということも人気の理由のようです。例えば電子レンジでお弁当を温める人のために、お弁当をそのまま入れても安全なアルミホイルが容器に使われていたり、スタッフとお客様のコミュニケーションを見ても日本人らしさが感じられるようですよ。ニューヨーカーの心をつかんだ弁当オンカフェ、とっても美味しそうですね。私も食べてみたいです。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。メンバーシップもやっています。チェックしてみてくださいね。ありがとうございました。ではでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。